手なのよね。この部分、さすがに食べられないよな。これ、賞味期限が切れてる。捨てなきゃ。美味しく作ってもらったのに、まだ食べられるのに。お願い、誰か。私たちの子に見せて。ここは、一体、どこでありますか？こんにちは。僕は、千葉市ゴミ削減キャラクターのヘラソウくん。ヘラソウくん？君たちの助けを求める声が聞こえたからここに呼んだんだ。たくさんの人に君たちのような食品ロスのことを知ってもらい、君たちを救いたいと思ってね。食品ロス？うん。嫌いだから残してしまった。食べられるところまで捨ててしまった。たくさん買いすぎて賞味期限が切れてしまった。様々な理由で食べられることなく捨てられてしまった君たちのような食品を、食品ロスと呼ぶんだ。食品ロスって？あ、私聞いたことがあります。何でも食品ロスは今日本でとても問題になっていまして、私たちのような気の毒な食品が毎日たくさん発生しているそうなのです。その通り、日本で発生する食品ロスは年間約500万トン。一人当たりで計算すると、毎日お茶碗約1杯分のご飯に近い量の食品が捨てられていることになるんだ。そんなにもったいない。そして食品ロスの半分くらいが各家庭から出ているんだ。家庭から出る食品ロスってどんなものが多いんだろう。改めて説明するね。家庭での食品ロスは食べ残し、過剰除去、期限切れの3つがほとんど。千葉市内のゴミを分析した調査によると、家庭から出る可燃ゴミの量は年間約16万トン。そのうち約3割が生ゴミで、可燃ゴミのうち約 2% が手つかずのまま捨てられている食品だったそうだよ。ちょっとピンとこないわね。 2% なら少なそうな気がしてしまうけど。ここで皆さんにクイズです。千葉市内の家庭からは年間でどのくらいの量の食品が手つかずのまま捨てられているでしょう。答えは両方、どちらも正解なんだ。つまり3000トン近くの食品が全く手をつけられずに捨てられている計算になるんだ。千葉市内の家庭だけでそんなに多くの食品が手つかずのまま捨てられているなんて。手つかず食品のほか、食べ残しも合わせると4000トン近くの食品ロスが出ているんだって。すごい量だよね。ところで、家庭で捨てられてしまいがちな食品って何だと思う？やっぱり僕たちみたいな野菜が多いんじゃないのかな。気づいたら期限が切れていたなんていう食材も捨てられやすいのではないでしょうか。豆腐とか牛乳とか。僕？食品別のランキングではこうなってます。僕がいる。やっぱり半分くらいは私たち野菜なんですね。パン、納豆などはパックやセットで販売された商品を買ったものの、期限内に食べきれず捨ててしまうことが多いということでしょうかね。一人一人が食品ロスを出さないようにするための方法はないのかな。それがあるんです。実はこれらの食品は全部料理や保存の仕方を工夫することでうまく使い切ることができるようになるんですよね、島本さん。はい。どなた？はじめまして、ヘラソウくんの友達で料理研究家の島本美由紀です。島本さんは食品ロス削減アドバイザーとして、食材を無駄にしないレシピを考えたり、食品をより長持ちさせる保存方法を伝えたりする活動をしているんだ。はい。食材を無駄にしない調理や保存の仕方ってどんなものがあるんですか？良い質問ですね。食材を無駄にしない、つまり食品ロスを減らす方法はいっぱいあります。
ず大切なのは買い物の前に冷蔵庫の中身を確認すること。買い物に行く前に必要なものをメモしたり、スマートフォンなどで冷蔵庫の中の写真を撮っておいたりすると、不要なものを買ってしまうことがなくなるのでおすすめだよ。食べる予定のないまとめ売り食品や特売品の購入を控えたり、傷みやすい食材や期限の短い食材は使う分だけ購入したりすることも食品ロスの削減につながります。そして購入した食材は期限の近いものから優先的に使っていきましょう。期限表示といえば、消費期限と賞味期限という言葉を聞いたことがあるけど、どう違うんだろう？消費期限は過ぎたら食べない方が良い期限、一方賞味期限は美味しく食べられる期限のことを指しています。さっきのランキングに出てきた納豆や豆腐などは賞味期限の表示であることが多いよね。賞味期限が多少過ぎたからといってすぐ捨ててしまうと、まだ食べられるのにもったいないということね。賞味期限をちょっと過ぎたからといってすぐに食べられなくなるというわけじゃないから、見た目や匂いなどから自分で食べられるか判断することが大切だよ。ちなみにどちらの期限も商品を開けてない状態で表示されている保存方法で正しく保存した場合のことだから注意してね。買った食材そのものを無駄なく使い切ることも大切です。野菜の種や皮、根元などは捨てられてしまいがちだけど、実は食べられることも多いんだよ。まだ食べられるのに捨てられがちな部分にはこんなものがあります。ピーマンやかぼちゃの種、あ、僕のヘタや皮も食べられるんだ。それに私の茎も。はい、野菜の皮や茎などは調理次第で美味しく食べきることができます。それではこれから人参とブロッコリーの茎を使った料理を作ってみましょう。レッツクッキング。食品ロスを減らすためには食べきれる量だけ調理することも大切なんです。今回は私が食べる分を1食分、そしてヘラソウくんが食べる分を1食分、合計2食分のお料理を作ります。材料はこちら。醤油大さじ1と1/2、ごま油大さじ1、砂糖大さじ1、お酒大さじ1、おろしにんにく小さじ1/3を入れて合わせ調味料を作ります。砂糖が溶けたら豚肉を加えよく混ぜます。よく混ぜ合わせたら10分ほど寝かせます。人参はヘタに汚れがあれば爪楊枝でかき出します。よく洗って水分を拭いたら、ヘタも含めて皮ごと細切りにしていきます。ブロッコリーの茎は表面の硬い皮を切り落として、芯を繊維に沿って縦細切りにしていきます。葉は大きければ食べやすい大きさに切ってください。今日用意したのは小さいのでこのまま使います。フライパンにサラダ油を入れ中火で熱し、野菜を先に炒めます。2分ほど炒めたら調味料に漬け込んだ豚肉を加えて炒め合わせます。お肉を入れたら弱めの中火にしてください。辛いものが好きな人はコチュジャンを小さじ1ほど入れてもいいですね。こまめに火力を調節していくと省エネにもなりますよ。お肉に火が通ったら器に盛り付け、白いりごまを振って完成です。わあ、美味しそう。ありがとうございます。みんなに美味しく食べてもらえると思ったら嬉しくて涙が出そうです。
人参の甘さと豚肉の旨味が相性抜群。甘辛い味付けなので白いご飯によく合います。人参は皮にも栄養があるので丸ごと使いましょう。人参に多く含まれる β カロチンは体内でビタミン A に変わるんだ。皮膚や粘膜を強くするほか目の健康に必要な成分なんだよ。そしてこのブロッコリーは茎だけではなく葉の部分も食べられます。ブロッコリーは食物繊維、ビタミン C、ベータカロチンが豊富です。それに茎や葉にも栄養があります。皆さん見てください、ほとんど捨てるところがないのであります。すごい、食品ロスを減らすことができたのね。工夫次第で食べられないと思って捨てていた部分が美味しい料理に生まれ変わります。また食材を無駄なく使い切ることで食品ロスをぐんと減らすことができるので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてくださいね。島本先生、何ですか？僕も美味しく食べきってもらいたい。私も。わかりました。牛乳と小松菜をたっぷり使った小松菜とベーコンのミルクスープをご紹介しましょう。小松菜などの葉物野菜は傷みやすいし、牛乳はついつい賞味期限切れで捨てられがちな食材です。材料はこちら。水で洗って土汚れを取ったらキッチンペーパーで水気を取ります。小松菜の根元に十字の切り込みを入れ 1.5 センチ幅に切っていきます。こうすることで火が通りやすくなって丸ごといただけるようになります。根元の部分が大きければ手で裂いて細かくしてください。玉ねぎは1センチ角に切っていきます。そしてベーコンは1センチ幅に切っていきます。火にかける前に鍋の底の水気を取っておくとエネルギーも無駄にしないで済みます。鍋にバター 5g を入れて中火にかけます。バターが溶けたら先ほど切った食材を入れて炒めます。野菜がしんなりするまで2分ほど炒めてください。お水 100ml と顆粒コンソメ小さじ1を加えます。蓋をして2分ほど煮てください。牛乳 200ml を加えて弱めの中火のまま沸騰直前まで煮ていきます。お玉で軽く混ぜながら煮てください。表面がグツグツとしてきたら火を止めてください。はい、出来上がりです。もうできたの？簡単だね。小松菜のシャキシャキ感が楽しめるミルクスープ、寒い冬にもおすすめの一品です。小松菜は鉄分やカルシウムが、牛乳はタンパク質が豊富なんだ。そして今回の料理で出た廃棄部分はありません。小松菜、牛乳など傷みやすい食品を使い切れる、体にも環境にも優しいスープです。ちなみに小松菜の代わりにブロッコリーを使って作ることもできます。ブロッコリーで作る場合は2分の1株で作ってください。茎も食べることができるので一緒に加えてくださいね。先生、私も美味しく食べきってもらいたい。わかりました。ではおまけにもう一品、レンジで簡単
さつまいも蒸しパンをご紹介します。簡単に作ることができますので、ぜひお家で挑戦してみてください。材料はこちら。さつまいもは汚れているヘタを切り落としたら、皮ごと 1.5 センチ角に切っていきます。水に浸してアクを取ったら、キッチンペーパーで軽く水気を取って耐熱皿に並べます。ふんわりとラップをかけて600ワットの電子レンジで3分加熱してください。次は生地を作っていきます。ボウルに卵1個と砂糖大さじ2を加え、泡立て器で混ぜていきます。バターは電子レンジで20秒ほど加熱して溶かして使います。溶かしバター 30g、 牛乳 100ml、ホットケーキミックス 150g の順に加えていきます。ゴムベラで混ぜ合わせていきます。先ほど加熱したさつまいもを半分加えて混ぜていきます。電子レンジ対応の耐熱容器に流し入れます。1、2回落として空気を抜きます。残りのさつまいもを上に乗せていきます。ふんわりとラップをかけます。600ワットの電子レンジで3分30秒加熱してください。やけどしないようにミトンを使ってレンジから出します。竹串で中心を刺して、濡れた生地がつかなければ OK です。生地がくっつくようならもう30秒加熱してください。キッチンペーパーをかぶせて10分から15分ほど置いておきます。できました。ふっくらとした生地に優しい甘さのさつまいもがよく合うボリューム満点の蒸しパンです。ホットケーキミックス、牛乳、卵など家庭で余りがちな食材をいっぺんに使い切れますよ。さつまいもは皮ごと調理することで栄養も無駄なくいただけます。さつまいもにはでんぷんのほか、ビタミン C や食物繊維が含まれていて、お通じを良くします。そして廃棄部分はたったのこれだけです。今日作った料理を並べてみました。どれも美味しそうだね。早速いただきましょう。いただきます。どうでしょうか。もちろん美味しいですよ。ボリュームもあるし栄養もたっぷりです。まさに部活や勉強を頑張っている中学生の皆さんにぴったりのメニューですね。それだけでなく食品ロスの削減にもつながるなんて最高です。好き嫌いをせず最後まで食べきることも食品ロスの削減につながっていきます。他にも質問があるのですが。何ですか。お腹がいっぱいでどうしても食べきれない場合はどうすればいいのでありますか。どうしても食べきれなくて料理が残ってしまった場合は、アレンジをすることも一つの手です。ミートソースをミートドリアやオムレツの具材にしたり、別の料理にリメイクすれば二度楽しめてお得です。でもまずは食べきれる量だけを調理することが大切ですね。それから食品を適切に保存することも食品ロス削減につながります。
食品の保存に不可欠なのが冷蔵庫。冷蔵室は7割以下にして詰め込みすぎず、フリースペースを作っておきましょう。冷凍室は冷気が逃げないよう7割以上に詰めるのがポイントです。多めに購入したものやすぐに使わないものは新鮮なうちに下処理をして冷凍保存をしましょう。鮮度を保ち長期間美味しく保存ができます。冷凍して保存することができる食品にはこのようなものがあります。卵やトマトも冷凍できるのね。葉物野菜も使いやすい大きさに切っておけばすぐに料理できて便利ですね。それから家庭だけじゃなく食べ物を買うお店、食べるお店でも食品ロスを減らすことを意識するのも大切だよ。でもどんなことができるんだろう。例えば買ってすぐに食べる食品を購入する際は、棚の手前にある期限が近い商品を選ぶ手前取りを実践しましょう。皆さんのちょっとした心がけでスーパーやコンビニなどのお店から発生する食品ロスを減らすことができます。また外食の際には注文する前に食べきれる量か食べられないものが入っていないか店員さんに聞いてみてください。小盛りやハーフサイズのメニューを選ぶのもいいですね。ではもう一度食品ロスを減らすためにできることをまとめてみましょう。その1、買い物前に冷蔵庫の中身を確認しよう。その2、食材は無駄なく使おう。その3、食べきれる量の料理を作ろう。その4、好き嫌いをせず残さず食べよう。その5、どうしても残ってしまった料理は別の料理にアレンジしよう。その他にも食品ロス削減だけではなく環境に配慮した行動としてできることもあります。例えば片付けの時には水を流しすぎないようにして節水を心がけたり、油で汚れた食器や用具は古紙や古布を利用して拭き取ってから洗うことなどができるね。皆さんも一度考えてみてくださいね。ヘラソウ君、今日はとても勉強になったであります。これからはいろんな食品の仲間たちが僕たちのように捨てられることなく美味しく無駄なく食べてもらえるといいな。あれ、何この光。みんなが食品ロスのことを学んでくれたから君たちの運命が変わったんだ。どういうこと。君たちは捨てられる前の世界に戻るんだ。なんと感激であります。ありがとう、ヘラソウ君、島本さん。みんな捨てられる前の世界に戻れてよかったですね。そうですね。皆さんも自分にできる食品ロス削減の取り組みについてよく考えて、一人一人ができることを実践していきましょう。